希望金額は200万円、出資形態は融資でお願いします。ニーズに合わせたスペック、外観に無駄のないフルオーダーメイドビニールハウスを安価で提供し、全国に広めたい。現在働いている建築福祉材の会社で2年間倉庫責任者をさせていただき、その後営業として建築福祉材の販売をさせていただきながら、今はビニールハウスオーダーメイド事業であるセブンスターズマテリアルを2022年6月に立ち上げ、現在に至ります。ということは副業ということで個人事業主ですね。そうです。はい、はい、会社にはなってない。会社にはなってないです。わかりました。はい、私どもの、提供している、事業プランを一言で申しますと、ビニールハウス版ゴーストレストランとなっております。店舗を持たない、事業形態となっておりまして、メーカーさんや、農業コンサルさんを、メインに、部材提供という形で、販売ルートを広げていくような事業プランとなっております。事業を始めるにあたり、岩井社長をはじめ先達の方々に叱咤激励を賜りたいと思い応募となりますとかね。まあね、それ読んだ瞬間にちょっとね、あ、この人ただ出てきただけだなって思っちゃうんですけど、これ大丈夫ですか？はい、吐いてただのファンやんけ。もう どうしても友人からも社長になれなんだって、言われ続けて、ようやく自分が社長になれるかもっていう。どこ見てんだよ。はい、どこ見てんだよ。申し訳ないです。上見んなよ。はい、というところで、社長になるにあたって、大好きな令和の虎に出演させていただきたいとまず思いまして、はい、応募させていただいてます。社長ありきで事業は考えなくて、まず社長になろうぜみたいな感じだったんですか？そうですね、なんかの事業やりたいとかじゃなくて、今の事業も、さんっていうところから、もともと副業として、アルバイトとして、事業を始めたところを、営業代行という形で事業を任されまして、独自性、その今まではその、企画品で、コストで勝負っていうところだったんですけど、それに、オーダーメイドっていう、付加価値を加えて、はい、いいね。記憶を今ものすごい引き出しの数からこう一個一個出していく。皆さん見てください、これ超面白いんですけど、これもう置き手紙みたいなのありますよ。大好きな YouTube のチャンネルの企画にこうして応募できるってなんて幸せです。ファンディングの合否に関わらず、これからも一視聴者として応援しています。お前もうナッシングの人やこれナッシング終わった人あれですねこれ書かなくていいでしょうよ。もう面白いな、ね、確かに自由記述でこれだもんね。なのよ、もう勝ち取りに来いよ。はい、このフルオーダーメイドビニールハウスっていうのは需要があるんですか？農業者に沿ったビニールハウス作りをしなさいっていう提言がされている中で、私どもの、フルオーダーメイドビニールハウスであれば、農業者さんや、農業コンサルさん、メーカーさん、みんなにこうウィンウィンな事業を、メリットを提供できると思ってます。はい、何が違うんですか普通のビニールハウスと？ありがとうございます。そうですね、今までのメーカー、ごめんなさい胸がいっぱいだな。わかりますよ、緊張ね。わかりますけど、これは岩井さんが怖いのか、はい、ここの場がちょっと緊張するか、どっち？いや、めちゃくちゃ緊張して、めちゃくちゃもう嬉しくてニタニタしてんじゃん。ファンになあ、もうこの会場入ってくるまでに、下で、細井さんお見かけして、ああ、やばい、ここに来ちゃった。ファンやファン。わあ、みたいな。ただのファン。ビルも大きいし、大変だっつって、お帰りください。ありがとうございました。ナッシングで。もう、満足しないでよ、まだ。はい。頑張ろう。はい。これ佐藤さんについてちょっと聞きたいんですが、そのちゃんとこれがやりきれるのかとか、はい、今の営業職じゃないですか、はい、営業成績はどうですか？
そうですね、今の営業成績でいうと、特にこう実績がなくて何年目で何年目ですか？営業になってから2年目になるんですけれども、まあ、上司のこうサポートであったりとか、あとは結構そのシステム系のこうインフラ整備みたいなのが、その自分のメインの仕事になっていて、こう営業っていうのは数字なので、その数字はこう最低限しか取れていないっていう状態。売ってる人じゃないってことですか？営業って書いてあるけど違うってことですか？営業でちゃんとお客さん対応もしているんですけれども。今のは営業総務だよね。うんうんうん、なんかそんな感じがする。確認だけど社長ですか本当に？はい、あの、はい、ビニールハウスの事業では社長です。はい。本当？はい。怪しくなってきたな。雲行きが。わかんないけどなんか社長っぽさがないんだよな。コミュニケーション苦手ですか？そうですね。どこ見てんだっつうの。俺さっきからマジでどこ見てんの？何なのここに。ごめんなさい。はい。33回しかないよ。ここ32回だから。そういうことじゃなくてね。そういうことじゃないですね。すいません、質問内容何でしたっけ？どこ見てる？コミュニケーション苦手ですかっていう。そうですね。コミュニケーションは苦手なので、香川の、業者さんとかも、まあ営業マン、がっつり営業マンで、まあ一緒にこう事業をしようっていう形になってます。あ、なるほどね。あんまりよく分かってないんだけどな。ビニールハウスを売りたい会社って感じがしないんだよね、佐藤くんから。はい。はい。じゃあ結局、売る側じゃ全部売るんじゃなくて、売るのは違う人がやって、うん、自分はその座組みたいなのを作ってますって感じなのかな。はい。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。よく分かりました。だからメーカーって感じですよね。そういうことですね。で、その販売会社をこれから開拓していって、売ってもらいたいと思ってるってことですね。はい。うんうん、おお。営業会社を探してる。はい。あれどこかにいましたね、そんな社長さんが。へー。あららら、売れますかちなみにビニールハウス。どうも調べてみないと分かんないですけど、まあでもね、売れるやつは何でも売れるんでね。お、利益率を教えてください。じゃあさっき言ってた あらりが 15% って言ってたの。あら15% ですよね。めちゃくちゃ低くないですか？はい、うん、そうそう。安売りは好きじゃないです。うん、はい、そうですね。安売りはあかんと。うん、価値でちゃんと100万、まあ、この90万とか、はい、本来100万が相場なんだったら別に70万でもいいと思うんですよ、はい、プライスインパクトでいうと、はい、それを30万ってことになったらね、敵が増えちゃうんじゃないかなと思って、はい、あいつら安くやりやがってみたいにって思いますよ。はい、うん、そうですね。 なのでうまくこうメーカーさんを敵に回さないようなやり方をこう徐々に模索しながら事業進めていきたいと思ってます、はい。なんかね、他社より優れてますっていうよりかは他社より安いっていう感じにしかなんないんだよな、確かに。でも販売力がないって聞こえるわけなので、はい、心配ですね、出す側としては。はい。広がりますか？そうですね、広がひ、あ、一応その、 香川の、人はもう広げてくるから、ちゃんとフォローしてねとは言われてます。はい。で今は、その研修受けた方で融資を受けたらどこかの何かを買うみたいな。でもそこら辺って絶対紐づいてないですか？そのまあ斡旋してもらってるっていう、すでに今のハウスメーカーさん、はいはい、ハウスメーカーじゃない、こういうメーカーさんが、はい、っていうところがすでにあるんじゃないかなと思う中で、はい、佐藤さんもそこに食い込んでいくっていうのはどうやってやっていくんですか？そこに関しては、そうですね、すいません、頭が真っ白で。いや、上を見てくれたらどこ見てんだって僕も言おうかと思ったんですけど、結構ちゃんと言いたい。様子を見てました。どうぞ。まあ興味なさそうですね。あ、農業はダメか。いつも食べてるものは全部ここから来てるんですよ、本当に。合ってるのかな、エスさんは。要は佐藤さんは何がすごいんですか？要はね、安く作れるわけですか？そうですね、最終的に一言で教えてください。はい。いろいろ聞いてすごい立派な資料あるんですけど、はい、まあなんかよく分かんなくて、うん、いや一生懸命読みましたよ。はい。なんですけど、安く作れる。そうですね、安く作れるところと、あと、まあ、自分自身その人と人をつなげる
こう力というか、こうインフラをこう整える力が。インフラを整える力、何がすごいんですか佐藤さん。そんなすごいとこない、安いの作れるわけ。なんか一応クオリティが高いの。そうですね、クオリティという部分ではそこそこなんですけど。そこそこなんだ。でもやはりそのサービスっていう部分で、こう生産するときに部材をこう 10% ぐらい多く作っていて、まあ、それをこう交換部材であったりとかメンテナンス部材で最初に当ててしまうっていうところで、まあ、生産力であったりそのアフターフォローであったりとか、そこが、そのビニールハウス事業の強みだと思ってます。ありがとうございました。まあ、あの企画品にはないあの営業の、農業の計画に沿ったビニールハウスがまず作れますよっていうところが一点あるのと、そうですね、それに尽きちゃうかもしれないです。なんか すごい話なんだけど、全然すごく入ってこないのが面白いですよね。今の話ももうちょっと自慢げに言えばいいのに。困ってる農家さんはいると思うし、なんかいいんだろうなって思うんですけどね。やっぱ佐藤さんの魅力的な部分がね、あの邪魔をするというかね。ここまでの令和の虎どうですか。令和の虎評論。大好きでよく見させてもらってるんですけど。それは分かった。どうですか、各社長どうよ。はい、そうですね、あの比較的、ごめんなさい、あの言い方悪かったらあれなんですけど、あのその優しい方が揃われたなと。ちょっと待って、ありがたいなみたいな。はい、細井さんとかいないしね。いないね。ああ、よかったね。細井竹の内がいないから。あと、株元さんとか。ああ、はい。どうしてもその僕が弁が立つ方じゃないので、メンバーによっては厳しいなと思ってたんですけど。ね、優しめの夫人ですけど、どうですか。ちょっと厳しいと思ってます。誰が一番厳しいの、うん、5人の中で。はい、はい、5人の中で誰が一番そうは言っても厳しいと思ってるの今とこ。この中で言うと桑田さん。俺めっちゃ喋りかけてんじゃん。ちょっと目の奥が怖いというか。すいません。まあ彼のプランはシンプルじゃシンプルなんで、ご理解は深まったと思います。はい、ラストステートメントです。はい、私どものビニールハウスオーダーメイドの事業で、まあ、困っている収納者さんとか、メーカーさんの手助けがしたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、まずは黒川社長お願いします。はい、私は10万円です。物がいいっていうのは二の次で、どうやってそれを伝えていくのかってことがものすごく大事なんです。これを投資していた時に広がっていくイメージが湧きませんでした。では元則社長。はい、50万円。ただしじゃなくてペイペイ払いで、キャッシュレス払いで。キャッシュレス払いでお願いします。何言ってんすか本当に。すいません、ちょっとやりたかっただけです。とりあえずあのこれね、これ一回 やりましょうって言ったのは僕です。はい、あ、そうなんだ。はい、今すごい冷たい目。3日前のオフ会で、会費が現金でなくて、ペイペイで払いたいって言ったんで、そんな虎いらん言うて僕は。お金がない。で、今日の罰で、本番で、一回金を積まずに、ペイペイ払いって言ってくださいって言ったらやってくれました。はい。ということで50万ですね。はい。はい、積んでください。はい。はい。50万円。はい。はい、どうぞ。実際、商品に関しては、僕、いいと思ってて、あとは、まあ、スピード感とか、まあ、聞いて、いけると思うんですよね。ただ、佐藤さんの営業力が、正直全くない。ただし、まあ、うちは営業力があるんで、その辺を組み合わせていけば、売れる商材だと思いますんで、50万、出させてもらいます。ありがとうございます。はい。では、アンナさん。はい。50万円でお願いします。はい。ありがとうございます。はい、正直ですね、プレゼンはすごく心配になったんですけども、おそらく必要としている農家さんがいらっしゃると思うので、それの課題解決になるんじゃないかなと思って、出させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。はい、では桑田社長。ナッシングです。レートラもっと勉強してよ。
って書いてあります。最近なんかあの数字以外にいろいろ書くどこ見てるんですか、どこ見てるんですか。え、佐藤さんが見てたところちょもうね本当になんかあの多分、まあ、アンナさんがおっしゃる通りで絶対必要とするね方々がいらっしゃるのに、お佐藤伝わらないんだよ、なんかこう熱量がさ、俺は好きなんだからさそういうの出してよって思いました。本当ごめんなさい。声枯らしまで言うてるから、はい。はい。ありがとうございます。残り90万円積まれれば完全オールとなります。はい。最後、林社長お願いします。はい。すいません。ナッシングです。あの、シンプルに何がすごいんですかと聞いたときに、何かすごいことがパッと出てきたりとか、そういうのがあればいいなと思ったんですけど、ちょっとそういうのは伝わらなかったんで、ナッシングで。すいません。はい。ありがとうございます。佐藤さんの希望金額200万円です。110万まで積み上がりましたけれども、達成できませんでした。今回はナッシングです。お疲れ様でした。佐藤さん、今日の感想を一言どうぞ。はい。じゃあめちゃくちゃ緊張して、もうあのたくさん準備してきたんですけど、全然何も出せず申し訳ございませんでした。いや全然謝らなくていいんですよ。でもめちゃくちゃ楽しかったです。逆にね。本当？逆にね。なんだよそれ。面白いな。まあ最後に君が言っためちゃくちゃ楽しかったですっていう言葉が。ナッシングの全てですね。いやマジでそれですよ。なるほど。楽しみに来てんじゃねえよ本当に。